高知大学は、高知県高知市明けぼの町2の5の1に本部を置く、日本の国立大学である。1949年に設置された。高知大学は、1922年設立の旧制高知高等学校などを母体として、1949年に新生大学として成立した。現在では、六学部、一研究科、一プログラムを要する大学になっている。 学部生、4965名、大学院生、494名、計5454名。2020年5月時点。学部農林海洋科学部付属団地、フィールドサイエンス教育研究センター、南国フィールド研究科なお、2007年度以前は、以下の6研究科が存在した。教育研究部教員組織を掲載。計、部門などの構成は、 2015年度版の大学概要による。付属機関学部付属機関高知県を含む地方県において深刻な少子高齢化や過疎などへの対応について、産学関連系で研究、教育を行うため解説。アメリカ合衆国カナダ、韓国、中国、台湾、マレーシア対インドネシア、インドフィリピン、ベトナム、オーストラリア、スウェーデン、チェコミキシコチリ、韓国。 中国フィリピン対インドネシアボリビア。ありがとうございます。